はい、皆さんこんにちは、あみです。はい、ということで今回はですね、じゃじゃーん、こちらラクシーの12月ボックスを使ってこのオルちゃん風メイクをしてみました。どうでしょうか。そう、ラクシーは10月にスタートしたあの化粧品の定期購入サービスなんですけど、毎月有名な美容専門家の方だったりとかメイクアップアーティストの方が選んだコスメが届くっていうのがラクシーボックスの魅力かなと思います。実はですね、私ね結構いろんなところでその広告を見かけていて、ラクシーっていう新しいねコスメボックスの定期購入サービスが始まるよっていう広告がねいろんなところで見かけてすごい気になっていて、で最初の豪華 SK-2 のすごい豪華なセットだったんですよ。それにもすごい惹かれてね。でなので最初の号から実は私購入しました。今月もねとても豪華だったので、ぜひぜひ皆さんにお見せしたいと思います。12月のボックスのテーマは冬の主役級トレンドメイクということで、こんなにねたくさんのアイテムが入っていました。トレンドカラーのバーガンディーカラーのリップに合うような感じで、その他の化粧品もチョイスしてあります。こんな感じですごく可愛い箱で毎月届いて、なんか1ヶ月に1回のご褒美のような感覚がありますね。でこれだけねコスメが全部入っていてフルメイクできるような感じで来るのはすごい嬉しいなと個人的に思います。なんかねオルちゃんメイクがいいんじゃないかなってすごい思ったんですよ、このコスメたちを見て。なので今回はオルちゃんメイクをしてみました。ぜひぜひ楽しんでメイク動画見てください。それではどうぞ。はい、それではメイクを始めていきます。今回はオルちゃんメイクということで、すごく大きめな黒縁のブラウンのカラコンをチョイスしました。そして二重はもう作ってあります。はい、まずはボックスに入っていたブリリアージュメイクアップベースフェイスレスポンサーという化粧下地を使っていきます。こちらはですねピンクっぽい感じのお色がついたメイクアップベースになっています。これを顔の中心にのせていって、それから手で温めながら広げていきます。伸びは結構良くて、そして結構ね顔のあらをこれだけでも綺麗に隠してくれるような感じで顔を明るく見せてくれます。ただ結構明るくなるので、その後のせるファンデーションの色味をちょっと調整しないと、いつも使ってるファンデーションじゃ首よりも顔が白くなっちゃうかなっていう感じはしました。仕上がりはこんな感じです。結構明るくなりますよね。はい、そして次にボックスに入っていたのがこちらのクッションファンデーションです。ピコモンテというところのクッションファンデーションで2番のナチュラルという色でした。そしてこのクッションファンデーションはファンデーション、化粧下地、コンシーラー、保湿、日焼け止めの効果があるみたいです。カバー力はミディアムぐらいで、鼻にできているね大きめのニキビの赤みは隠れませんでした。でもやっぱりツヤを綺麗に出してくれるクッションファンデーションなので、肌がつるんとした感じで綺麗に見えます。そして次に入っていたのがマリブビューティーのナチュラルアイズの MBNE4 番のお色です。マットなお色も入っているパレットなので使いやすいかなと思います。まずここのカラーを使ってペンシルで描いた眉毛をセットしていきます。オルチャメイクといえば平行眉だと思うので、平行眉をとても意識して今回描いてみました。そして次にここのマットなピンクのカラーを眉下まで広めにまぶた全体にのせていきます。目頭までしっかりと色をのせることで目頭がキュッと引き締まって骨格が綺麗に見えるのでおすすめです。そして下まぶたにものせていきます。もう本当にねなんか最近よくわかんないんですけど、すごい大きいニキビが何個もできちゃって困ってます。一番左のピンクがかったパールの強めのものを涙袋と目頭にのせていきます。オルちゃんメイクといえば涙袋っていう感じだと思うので、結構しっかりめにね涙袋にはのせていきました。そして次に一番右のバーガンディカラーを二重の幅まで入れていきます。一重の方は一重のラインのカラーちょっと見えるぐらいまで広めにのせていくといいかなと思います。そしてこちらを下まぶたの3分の2ぐらいにものせていきます。ここのブラウンカラーをアイライナーとしてのせていきます。結構ねブラウンが強めに見えるカラーなんですけど、実際のせるともうちょっと暗めに発色してくれるので、アイラインの代わりに全然なるカラーだなと思います。
オルチャメイクの特徴の垂れ目ラインもこのアイシャドウで描いていきます。目尻をしっかりと垂らして長めに描くことで目の大きさもすごく大きく見えるのでとってもおすすめです。そして目尻のラインや下のラインはブラシを使って綺麗に描いていきます。そして目頭のラインも入れておきます。そしてパレット一番左のハイライトカラーをまぶたの中心と眉下に入れていきます。はい、そして次にボックスに入っていたのがこのアイマニアの新しくなったマスカラが入ってました。このねアイマニアのマスカラはすごく好きなので入っていてとても嬉しかったです。こちらをビューラーしないでそのまま塗っていきます。オルチャンメイクはそんなにねまつげを目立たせないでアイラインを主張した方が可愛い感じになるので今回はビューラーなしでマスカラを塗っていきました。そして次にボックスに入っていたのがマリブビューティーのリップ&チークの4番です。結構明るめのピンクのお色で発色はねそんなに強くないのでオルチャンメイクにぴったりなクリームチークだなと思いました。これを頬にのせていきます。でオルチャメイクに限らず韓国の女の子たちはチーク濃いのがあまり好まれていなくってチークが薄いんですね皆さん。なので薄めにのせていきます。そしてさっきのクッションファンデーションで唇の色味を消していきます。そしたらパウダーで全体的にセットします。はい、次にボックスに入っていたレブロンのバームステインの05番のブドウカラーと言われているカラーですね。こんな感じのカラーになります。はい、今回はオルチャンメイクということでグラデーションリップを作っていきたいと思います。動画では初かなと思います、私がグラデーションリップをやってるのは。はい、ということで唇のね中心に塗り重ねていってその後指でね丁寧にぼかしてグラデーションを作っていきます。そしたら先ほど使ったマリブビューティーのリップ&チークを使ってさっき塗った赤色をぼかしてなおかつグラデーションも綺麗に作っていきます。そしてね韓国の方はとっても顔が小さいイメージなのでシェーディングをしっかりと入れていきました。まあ、韓国の人がシェーディングを濃く入れているイメージっていうのはほとんどないので多分あんまりねそんなに入れないんだと思うんですけど、まあね、顔の大きさですね。はい、次に韓国の方はとても鼻が綺麗なのでノーズシャドウをしっかりと入れていきます。まあね、私の鼻はねザ・アジアって感じの鼻なので本当にねしっかりめに入れていきます。はい、次に影を入れたらですね光ですねハイライトを入れていきます。これでねだいぶ鼻がマシに見えるんではないでしょうか。これでメイクの完成です。ということでこんな感じがメイクの完成です。でこんだけのアイテムが入っていて1980円なんですよ。そしてラクシーのサイトでは島田千秋さんのメイクアップ動画も公開されているのでぜひぜひ見てください。次の号ではエステティシャンの高橋美香さんがチョイスしたご褒美スキン&ボディケアのセットが来月は届くそうです、ね、私リアルに登録してるので来月もすごく届くのが楽しみです。やっぱりね化粧品ってねあんまり安くないので手軽に試せるとすごく嬉しいなと思います。そうミニサイズでもいいから絶対に試供品って試したいじゃないですか。そうだからこういうボックスでね気軽に試せるのはすごく私的にすごく好きですいいポイントかなと思います。美容専門家の方とかメイクアップアーティストの方が選んでくれるっていうのはやっぱりこういう素人にとってはねすごくねなんだろう安心感があるというかそのね来月も届くのがすごく楽しみになるような感じのサービスだなっていうふうにすごく思いました。はい、ということでぜひ皆さんもラクシーチェックしてみてください。概要欄に URL はいつも通り貼っておきますのでぜひぜひ見てみてください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。